はい、こちらが2巻のパッケージになります。今からこちらの帯を使ってこのナコのラッパを作っていきたいと思います。まずじゃあ帯を外していきます。外していただきましたら、まず開いていただいて、こちらのちょっと長方形が何個かある方を真横にして、こちらの最初にラッパの頭の方から作っていきたいと思います。では最初にここに斜めに入っている水色の線、この種折り線をこのようにつまむようにして折り筋をつけてあげて折ってあげます。で、折れましたら一旦裏返していただいて、同様にここの谷折りの線をこのようにつまんで折り筋をつけて畳みます。で、できましたらここの線とこの線が合うようにこのように山折りに折り返します。で、できましたらここに直線に縦に入っている赤色の線を使って山折りにつまんで折ってあげます。で、できましたら全体を裏返してまずここの赤色の斜めの線を使ってこのように谷折りに折ります。で、できましたらここの赤色の線を使って一旦裏返していただいて全体を半分に折ります。しっかりと全体を折ります。で、できましたらここの青色の谷折りの線を使ってこの長いこの紙を上に折り上げてあげます。で、できましたら裏返していただいて今度はここの谷折りの線ずっと続いてこの線を使って一回全体をここまで谷折りにして折り筋をつけます。この位置までですね。で、ここまで谷折りにしていただけましたらここに三角形に書いてある水色の線をつまむようにしてこのように折り筋をつけてこの赤色の山折り線を使って全体をこの畳みながら横に倒します。このような形になります。で、できましたらここの赤色の山折り線で後ろにこの長い紙の方を折ってあげます。で、できましたらこのような向きで先ほどこの半分に折った部分を軽く開いていただいてこの赤い山折り線をつまむようにしてつけていきます。このような形で全てを一旦つまんで山折りにしてあげます。
で、できましたら、こことここを折りながら、このように全体を畳みます。それと今こういう形になっていると思います。この部分がラッパのアタブの部分で、こちらが今からこの体の部分を作っていきたいと思います。ここの表にある赤色の線、これを山折りでつまむようにしておって、長い紙はこの先ほど折ったこの半分のところの後ろ側、このようになるようにして折ります。そして今ここにある紙はこの頭の部分の紙の下側に入れてあげて、このように形を整えてあげます。で、できましたら、ここの三角形のこの部分の赤色の山折りの線、これを後ろ側に折ってあげます。で、できましたら裏側にしていただいて、ここの青色の谷折りの線でこのように折ります。で、折れましたら今度ここの縦の青色の線で、ここに折り筋はないんですが、全体を一旦このように横に折ります。できましたらまずここの赤色のこの線、この線をつまんで山折りに折ってあげてから、一旦裏返して、今度はこの谷折りの線でこのように小さく折ってあげます。できましたらもう一回裏返していただいて、ここの谷折りの線で全体をこのように谷折りしてあげると、ここの紙が持ち上がってくるので、書いてあるこの山折りの線でこのように開いて潰します。で、こちら側も同様にして、まずこの谷折りの線、これを印通りに折っていって、起き上がってきたこの部分を折り線に沿って潰します。で、できましたら最後ここ折り線は書いてないんですが、このように軽く折ることによって全体の形を崩れないように折ってあげます。そして表側にして少し形を整えてあげれば、これでナコのラッパの完成です。以上です。